今回の問題は、A の3乗足す B の3乗イコール A 足す B の3乗引く 3AB かっこ A 足す B であることを用いてやな。だからこいつをヒントにしてってことよ。この式を解きましょうねと。因数分解しましょうねってことですか。はーい。ほんなら、とりあえず、A の3乗足す B の3。だからここの部分が、もう、できてるってことでしょ。で、いいですよね。ここの部分がもうすでにできておりますということで、書き換えときましょうか。1番なまず。A の3乗、一応まあスタートから書きますか。A の3乗足す B の3乗足す C の3乗を引く 3ABC ですけども、ここの A の3乗足す B の3乗はすでにこれで分かってますんで使いましょうということですね。よいしょ。これ使ってあげましょうということで、これは A 足す B の3乗引く 3AB かっこ A 足す B で、後ろがこれが今これになりましたんでね、ここで後ろに足す C の3乗引く 3ABC がおるってことですかね。こんな感じでいいですか。はい。で、ほならですよ、次ここ行くか。ちょっと順番変えるで、A 足す B の3乗足す C の3乗引くで、こいつとさ、こいつさ、あの何ですか、マイナス 3ABC でまとめ、マイナス 3AB でまとめられません。この子とこの子両ともほらマイナス 3AB 持ってるやん。ってことはそれでまとめてあげると、マイナス 3AB でまとめたら、こっち側からは A 足す B が残ってて、ここからは C が残っとんねんから、こうちゃいます。こういうことじゃんね。ほんでや、ほんでさらにですよ、ここここの部分やけど、どうしようかな。これを、まあ、一旦ここ A っておきますか。ここの部分を A っておきましょうか。 A 足す B の部分な。A 足す B を例えばラージ A って置いたとすると、この式って A の3乗足す C の3乗ってなるやん。引く 3AB かっこ A 足す B 足す C な。で、ここの部分にやな、こいつを適用するわけよ。これ A の3乗足す B の3乗は A 足す B の3乗引く 3AB かっこ A 足す B なわけやろ。つまりこれってA 足す C の括弧3乗引く3ラージ AC 括弧ラージ A 足す C っていう風に、これと同じようにここの3乗足す3乗を使うことができるんじゃないですかということよ。こんな感じで、一応まあ後ろにこの子残ってますんで、これ置いときましょう。マイナス 3AB 括弧 A 足す B 足す C や。そうすると、このラージへ戻すで、元に戻しますと、これとかこれとかこれな。A 足す B やんな。確かにな。ここ A 足す B なんで。A 足す B 足す C の3乗。引く 3× ラージ A が A 足す B やん。の C、括弧 A 足す B 足す C ってなるよね。で、引く 3AB の A 足す B 足す C。こんな感じじゃないですか。そうするとですね、全部 A 足す B 足す C いますんで、それでまとめてしまいましょうか。ね。ほんなら、どないなるんですかって言うて、A 足す B 足す C でまとめてあげると、A 足す B 足す C の、A 足す B 足す C の2乗が残ってて、ここにはマイナス3括弧 A 足す B 括弧閉じの C で、最後にマイナス 3AB が残ってるって感じですかね。こんな感じじゃないでしょうか。はい。ほなら、ここの中展開しますか。こっちの括弧の中展開するよ。ここを展開してしまいます。この括弧の中ね。
A たす B たす C の、これ最初の括弧2乗は、3つの2乗はさ、2乗たす、2乗たす、2乗たす、2倍の前真ん中、たす2倍の真ん中後ろ、たす2倍の後ろ前じゃなかったっけ。で、引く、ここね、マイナス 3AC。引く、マイナス3、引く言うてもらってますからね。引く 3BC。で、引く 3AB や。じゃあ、A たす B たす C の、A の2乗たす B の2乗たす C の2乗の、こいつとこいつでマイナス AB やな。はい、使おうた。で、次この子と、この子でマイナス BC やろ。はい、使おうた。で、最後こいつとこいつでマイナス3、AC やけど CA って書いておくか、一応。違う、マイナス3じゃない、マイナス3じゃない。マイナス1や。マイナス 1CA、マイナス CA かな。こうじゃないですか。これでとりあえず、一旦ちゃん。これでゴールちゃいますか。はい。こんな感じでございました、1番。で、2番や。2番は、よいしょ。2番は、X の3乗足す 3XY 足す Y の3乗引く1やろ。で、これさ、ちょっと順番並び替えていい？こいつ最後に持ってくるで。そうするとな、X の3乗足す Y の3乗引く1足す 3ABC やったっけ？じゃあ 3XY やった？確か。合ってるよな。よいしょ。順番変えただけやからね。合うてますね。はい。ほな、これな。これ要は、X っていうやつの3乗と、まあこれは別にカッコつけんでもいいんやろうけど、Y っていうやつの3乗と、次な、これ、マイナス1の3乗なんちゃう。マイナス1って3乗するとマイナス1になるやろ。ほんだから、その後ろ、マイナス 3×X×Y×-1 ってやったら、ほら、ここでプラス1になるやろ、これ。プラス3になるやん、ちゃんと。こういうことよ。ってことはやで、上のさっきのこれに対応させましょう。これ。これと、これの関係。だって、こいつをさ、因数分解すると、これになるっても分かってんでしょ？ということはやで、先ほどの1番の、ちょっともう、問題と答えだけ書いておくで。よいしょ。1番のですね、A の3乗足す、B の3乗足す、C の3乗引く、3ABC やんな、確かな。やろ？それは、最終的に、括弧 A たす B たす C かけるかな、このスペース2乗たす2乗たす2乗引く AB 引く BC 引く CA やかけた、なんとかっていう風になったわけや。じゃあこれを使ってあげるとさ、今の問題って A の3乗の代わりに X の3乗なわけよ、 B の3乗の代わりに Y の3乗なわけよ、 C の3乗の代わりにマイナス3の3乗、マイナス1の3乗なわけよ。で、マイナス 3×A×B×C やったんが、右左側では、マイナス 3×X×Y×-1 になってるわけよ。なんか、カッコ消えてますね、ここ。ってことは、答えは、カッコ、もうここに合わせて書くで、ここ。こいつに合わせて書きます。A 足す B 足す C やってんから、X 足す Y 引く1や。の、かける、X の2乗やろ、次が。で、プラス、B の2乗やったのが Y の2乗になって、次は C の2乗やから、マイナス1、2乗や。2乗するってことはプラスになるから、こうでいいんちゃう。プラス1。で、マイナス AB、マイナス BC、マイナス CA やから、マイナス XY、で、次、マイナス Y、マイナス1、マイナスの Y とマイナス1の掛け算やから、結局プラスの Y なんだよな。で、最後も、最後ここの分な、マイナス CA の場所。マイナス、マイナス 1×A や、X やから、結局プラスになって、プラス X ちゃいますかと。こうちゃん。はい、これでできたんじゃないですか。だから1番解けたら2番そのまま使ったらええよ、みたいな話でしょ。はい、ということで、終わりです。お疲れ様でした。